例えば携帯電話などはほとんどつながらない状況になってますでしょうか。そうですね、うん、この電話のみなんとかつながった状態でして、はい、ちょっとキャリアによってはつながらない電話があるみたいですね。なるほど。まずちょっとですね、はい、ご家族と連絡がつかないとなるとちょっとご心配かと思いますけども。そうですね、はい、はい、うん、まあ、ご家族の方、今大体どこにいらっしゃるかはご存知でしょうかね。例えば、そうですね、ちょっと旦那は多分今日、土木の方をやってるんですけれども、今日午前中が打ち合わせっていうことまで聞いていて、その後今日現場は動かないという話だったので、なるほど、事務所にはいるかと思うんですけど、メールの方打ったんですが、ちょっと返信がない状態なんですけど。分かりました。今ちょっとですね、メールが先ほど別のウェザーリポートさんからもですね、いただいたんですが、どうもメールを送るですね、パケット通信というものがあるんですが、それがどうもつながりにくいといったようなリポートいただきました、はい、ということなので、はい、まもなくだんだんですね、復旧してくるかと思いますけども、ちょっとですね、その辺はですね、うまく活用していただいて、ご連絡取っていただきたいなと思います、はい、まあ、いずれにしてもまずお怪我がなかったということで、ちょっと安心ということなんですが、はい、あとは周りではいくつか被害などはありますでしょうかね。例えば道路が陥没しているとか、停電の方はどうでしょうか。電気の方はちゃんと、電気は全然つながってないです。あ、なるほど。中心部だけは、災害のためにということで、こういう想定をされていて、なるほど、無停電装置を使っているので、中心部の信号は麻痺してないんですけれども、はい、中心から離れると信号の方が全然つながってないので、もう車が譲り合いながら、交互に渡ってるような状態なんですけれども。分かりました。それではですね、はい、この後はちょっと暗くもなってきますので、あまりですね、無理にこう歩かれたりすると危険な場所もあります。まずですね、ご家族と早くご連絡が取られることを、ちょっとこちらの方もですね、祈っておりますので。そうですね、ブロックとかがかなり壊れてるところが、目立ってるので、はい、でもう、家の自分のアパートのところとか周辺も皆さん、はい、避難場所の方に荷物をまとめて行ったりしているような状態ですので、はい、これから、ね、避難場所として打ち合わせしているところに、はい、皆さん、うちの家族が全員冷静であれば、そうですね、集まれるかなという感じ、はい、分かりました。それではですね、ちょっとこの大変な時にご出演いただきましてありがとうございました。これがまた早めにご家族の方とお会いできることを祈っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。地震マップ、被害マップ、はい、今情報をいただきました。はい、それではですね、続きまして、交通気象センター、交通気象センターの方から交通に関する鉄道通りに関する情報を伝えていただきたいと思います。それでは交通気象センターお願いします。はい、では交通気象センターに入っている最新の情報です。まず関東、東北の各高速道路が安全確認のために現在通行止めとなっています。最新の情報によりますと、関東エリアの高速道路、橋桁が倒れたりだとか、橋が落下するというような、そういった大きな被害は今のところ発生確認できていないということです。ただし各地の道路で亀裂が入っていたり段差が入っているといった箇所が複数あるという情報が入っています。具体的な場所については現在情報収集中です。これから暗くなってきます。高速道路通行止めとなっていますので、皆さん一般道で移動されると思いますけれども、各地で道路に段差、陥没、あるいは道路の法面が崩れている、あるいは液状化現象が発生しているといったリポートをたくさんいただいていますので、これから運転される方は十分に安全の確認をした上で運転をしてください。できれば歩いての避難、
帰宅をお願いしたいと思います。交通気象センターから見えますこの千葉県内の道路でも現在大渋滞が発生している状況です。皆さん歩いて帰宅をされている姿が見受けられます。周囲の状況に目を配りながらどうぞ安全を確認しながらご帰宅をしていただきたいなと思います。それから鉄道についてですけれども、鉄道も現在すべての路線で運転が見合わされています。通勤天気メールをご利用の皆さんにお伝えしますけれども、現在サイトをオープンして緊急の遅延の情報が共有できるように駅のページからリポートが送られるようになっています。現在の状況なんですが、こちら先ほど私が情報を配信したものですけれども、京葉線運転見合わせとなっていますが、このように皆さん普段ご利用の駅のページから遅延や運転見合わせの状況をリポートできるようになっています。どうぞ普段一緒に通勤されている仲間同士、通勤天気メールのサイトをご利用になって情報の交換共有を行っていただきたいと思います。どの駅までがどの道路を通ると通れるかどうかなど最新の情報をぜひこの普段お使いの通勤天気のページからリポートしてください。そしてこのサイト、皆さんから届いた情報についても最新の交通情報のページで随時新しい情報をアップデートしていきますので、皆さんどうぞ安全な場所からリポートをお寄せいただきたいなと思います。交通気象センターに運転見合わせ運転再開の情報入り次第随時お伝えしていきますので、通勤天気メールご利用の皆さんもどうぞ安全な場所からリポートをお願いいたします。このほかウェザーリポートなどにも地震のリポートをいただいています。鉄道の状況もリポートいただいていますのでいくつか見ておきたいと思います。こちらですけれども、井野龍さん、東京都六本木からいただきました。酔うほどの強い揺れ、日比谷線、大江戸線運転見合わせていますといった情報をいただいています。このほか通勤快速さんからも中央線運転見合わせの情報をいただきました。お写真でもこの駅でこうして運行の状況を確認することができているようです。道路、鉄道ともに大きな影響が出ています。安全を確認しながらの移動をお願いします。液状化現象や道路に段差ができているということですので、歩いてご帰宅される方は運動靴などにできれば履き替えて歩くようにしていただきたいと思います。これから暗くなってきますので安全を確認しながら同じ方向に向かう皆さんと一緒に歩いていただきたいなと思います。最新の情報駅のページで確認することができますので皆さんで情報を共有してください。この後通勤天気メールご利用の皆さんにも最新の状況緊急伝言メールなどで情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞそちらのメールなども確認してみてください。こちらからは以上です。はい、高島さんありがとうございました。はい、それではですね、もう一度今回の地震、見ていきたいと思います。皆さんからいただいたまずは揺れのリポートの方マップの方で確認していきます。はい、こちらです。こちらの方を見ていただくとですね、こちらの少し時間の方戻しましょう。はい、こちら凄まじい揺れといったものかなり広い範囲に広まりました。こちら関東からそれからこちら秋田付近が起きてますね、ということでかなり広い範囲だったということが分かります。それからこちらの方被害の状況を確認していきますね。はい、こちらになります。こちらの方をそれぞれ少し詳しく見ていきたいと思います。まずは東北エリア、東北エリアの方なんですが、この赤いマークがですね、岩手県から福島県かなりこう広い範囲で並んでいます。こちら赤いマークの方は、例えば地割れが発生した、また土砂崩れが起きた、建物に被害が発生したということで、被害の規模が比較的大きなもの、こちらがですね、この赤いマークなんですね。それからですね、こちらの方オレンジのマーク、オレンジのマークもかなり広い範囲に分布しています。こちらのオレンジのマークなんですが、停電、それから断水などインフラですね、インフラが
遮断されているといったような被害、またこちらの方避難を開始されたということもこちらの方に入っています。また緑のエリアの方はマグの方はですね、棚の物が落ちたといったようなものなんですが、こちらの方を見ていただくとですね、かなり広い範囲でインフラの方被害の方が出ているということがわかります。続いて関東エリア見ていきましょう。関東エリアの方、こちらの方なんですが、こちらの方ですね、やはり北部の方が赤いマークが多くなってますね。こちらの方、土砂崩れや地割れ、あとは建物の崩壊、はい、そうですね、現在ですけれども、こちら予報センターが見える市原のコンビナート付近に発生した火災なんですが、爆発が発生したようです。現在爆発火災となっています。火柱の方がだいぶ高いところまで上がっているような状況。今日はですね、ある程度低いところに、安定層がありますので、そちらの方で、黒い雲の方が広がっています。コンビナートの方で現在爆発が発生しました。はい、現在、コンビナートの方、こちらの方で爆発が発生した模様です。こういうあの工場の場合はですね、自衛消防隊などが多分あるかと思うんですけども、今回非常に揺れが大きかったということもあって、実際、まずは社員の皆さん、消防隊員の皆さんも身の安全を確保することが一番だったのかということですね。あとは先ほど水道管が遮断されているということもありますし、これコンビナートですから、特殊な消火剤なども利用するかと思うんですが、ちょっと機能がまずされていないのかなというところですね。そうですね、ちょっと今の火柱の状況、まだ今かなり高く上がってますけれども、ちょっと相当、ガスなり、石油などの可燃物相当残ってた中での爆発ですので、ちょっと周りの施設とかにも影響が出てないか、あるいは出てくるんではないかというところがちょっと心配ですね。そうですね。あとはこちらの火災の方が延焼することによる、そうですね、危険性、延焼することによる危険性ということがあるかと思います。そうですね。まずですね、こちらの方、現在こちらの火柱の方が確認できる方は近づかないようにしてください。非常に危険です。こちらの方近づかないようにしてください。市原市、おそらく市原市かと思いますが、市原市、千葉市の東京湾の湾岸の方、こちらのコンビナートの爆発の現場の方見える方、こちらの方非常に危険ですから近づかないようにしてください。また近くの方はなるべく離れるようにしていただきたいと思います。はい、現在、市原方面で、のコンビナート、こちらの方で爆発が現在発生しました。こちらの方非常に危険な状況となっています。近所の方、近くの方はなるべく離れるようにしてください。なるべく遠くに離れるようにしてください。またこちらの方近づかないようにしてください。まだこの後延焼の可能性があります。相当長く爆発しているのと、あと新潟地震というのが1964年にありましてですね、あの時も石油タンクが引火して爆発したんですけども、その時3日間燃え続けたんですね。で、今回今現在例えば消防のヘリとかが飛んでる様子はここからはちょっと伺えないんですけれども、燃えてる量がこれ相当多いように見えるんで、長く続くというところですね。今テロップの方は東京は湾岸から離れてくださいって出ていますが、東京は湾岸の方でこの工場の近くの方、この火柱が見える方はこちらの方に危険ですから近づかないでください。新潟地震、それでは中継の方サポートの方つなぎたいと思います。それではですね、サポーターの方と中継をつないでいきたいと思います。江戸川区の斉藤さんになります。斉藤さん、聞こえますでしょうか。はい、もしもし。ウェザーニュース予報センターの宇野沢です。はい、こんにちは。今日はですね、こう地震の中ちょっと情報の方いただ、こちらの方を支援していただきましてありがとうございます。まずお聞きしたいんですが、お怪我などはございませんでしょうか。怪我は大丈夫です。あとはご家族などの方とも連絡の方は疲れてますでしょうか。やっぱり電話の方がちょっとかなり繋がりづらくて、メールで何とか連絡している感じですね。なるほど。
メール、はい、メールはなんとかつながるといったような状況ですかね。センター問い合わせをしないと時間がちょっとまだ無理なんですけれども、でもなんとかこう通じるといったような状況になってますね。はい、あとは周りご近所とかそのあたりでですね、例えば道路が陥没しているであるとかそういうような被害などは発生しておりますか。うちから見たところではそれはないんです、ないですね今のところ、なるほど。あとは江戸川区にお住まいということなので、江戸川などいくつか川があるかと思うんですけども、こちらの方からもうすでに離れられて避難されているということでしょうかね。そうですね、避難というかもう自宅にいるしかないので。なるほど。でも一応江戸川区の方から葛西臨海公園とか中川とか、そういった川海には絶対に近づかないでほしいというメールは来たんですけれども。分かりました。なるべくですね、今日は津波の方警報が発表されてるんですね。で、東京湾内の方も入ってくる恐れがありますので、かなりですね、奥の方まで入ってきますから、なるべくそういうところには近づかないでいただきたいということと、もしこの後ですね、もし避難、例えば江戸川区の方からですね避難勧告に出て避難される際は、なるべくご近所の方と一緒に避難していただきたいと思います。わかりました。今日は大変な中、お忙しい中ご情報の方いただきましてありがとうございました。これからですねちょっと暗くなってきますから、お気をつけいただきたいと思います。わかりました、ありがとうございました。じゃあリポート紹介してください。それではですね、続いて、リポートの方を紹介していきたいと思います。こちら福島県いわき市、福島県いわき市からのリポートです。地割れということで、住んでるマンションの植え込みあたりに地割れができていました。まだまだ揺れていない時間の方が少ない感じです。停電は一瞬で、ライフラインのところは今のところ大丈夫そうですということで、こちらの方福島県いわき市の方なんですが、こちらの方はですね地割れが起きたということなんですね。ただこちら、福島県いわき市の平のあたり、この付近はどうも停電の方は現在は大丈夫のようということで、比較的ライフラインということ、今日かなり広い範囲で被害の方が出てますが、こちらの方はですねあまり問題は発生してないようですね。それでは続いて、岩手県一関市からのリポート、こちらの方を紹介していきましょう。職場で被災しましたということで、会社の天井が壊れてしまいましたとのことです。これはそうですね、ちょうど天井がこう剥がれ落ちたような形になっているかと思います。で今回、会社にいられる、発生した時間からすると会社にいられる方などが多いかと思うんですけども、やはりですね、先ほどサポーターの方、何名かの方中継つなぎましたけども、なかなかご家族との安否の確認ができないといったような状況かと思います。できればですね、まず身の安全を確保した上で、ご自宅におられいらっしゃる方はご近所の方との声をかけ合ったり、またですね、会社の方、会社のお仲間と一緒に声を掛け合って、この後もですね、避難の方、落ち着いて行動していただきたいと思います。中継いきます。それではですね、また再び、中継をつないでですね、状況の方を確認していきたいと思います。それではですね、こちら、練馬区の杉山さんになります。杉山さん、聞こえますでしょうか。聞こえます。こんにちは。こんにちは。ウェザーニーズ予報センター宇野沢と申します。お世話になっております。今日はですね、ちょっとこの非常にですね、非常事態の時に出演いただきまして、答えありがとうございます。いえ、とんでもございません。ありがとうございます。まず現在の状況ちょっとお伺いしたいんですけども、まずご自身にお怪我などはございませんでしょうか。手をちょっと切ってしまって。であとちょっと物が飛んできたんで、腰に当たったぐらい感じですね。あとは家の中は食器棚が倒れて、たりとか、あと、書類とかが全部床に散乱したと。なるほど。あと家の中の、
壁のクロスが取れちゃってると、はい、なるほど。であと、まあ、あとは一番その状況ですね。周りはかなりちょっとありますけども。あ、なるほど、そういうことですね、はい、あとご家族との連絡などはもう取られていらっしゃいますか。たまたま家族全員今日は家にいたので。あ、そうなんですね。はい、じゃあご家族の方も皆さん今はもうご無事でご確認も取られたということで。そうです ね、はい、じゃあまずはそれは一安心ということですね。そうです ね、はい、あとは食器棚が倒れたということで、多分お部屋の中に、はい、まあ、ガラスなどが散乱している状況かと思うんですけども、はいはい、まあ、お部屋の中歩かれる際ですね、もう思い切って、ちょっと待って、今余震がちょっと疲れてるんですよね。そうですね、今ちょうど今入ってるところですね。まず身の安全確保ということでお願いします。はい、ちょっと待って、大丈夫です、はいはいはい、それでですね、はい、まあ、かなりこう危険物が家の中に散らばっているかと思いますので、はい、靴を履いてですね、はい、家の中でも靴を履いて入れた方がいいと思います。食器の方はもう全部掃除終わりて終わりましたか。なるほど。あとは書類の方が散乱しているのと、あとはあの車庫にあるちょっと観葉品とかが落ちているので、それを片付けるという形で今進めている最中ですね。わかりました、はい、ではですね、あとはまあご家族が今皆さんご無事だということなので、これからですね、はい、ちょっと暗くなってきますから、それで、はい、まあ、いくつか情報によると、まあ、千葉県内もそうなんですが、あの、はい、道路陥没したりとか危険な状況になっていますのでね、もし仮に私は右側の方は陥没するというか、逆に変な話ですけど、古いというか、まあ、民家の瓦がずれてたりとか、はい、してるんですね。あ、なるほど。うちの上から見るとかなりずれてる上が見えるので、それが余震で落ちてくるのが怖いかなっていうのが正直ですね。そうですね、どちらかというと、はい、そうか、練馬の場合少しこう岩盤の上に乗ってるということで、どちらかというと家の方の落下物、そちらの方に注意が必要ということなんですね。そうですね。でもここはちょっとかなり地盤的には弱いところなんで、はい、なるほど、はい、練馬でも北東の方なんで、揺れが大きかったのも、はい、今で入れた時はかなりあの住宅地の皆さん、あの外に出てましたので、はいはい、分かりました。じゃあこの後もですね、ちょっと暗くなりますので、あの、はい、気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい、また今いただいた情報ですね、まあ、ちょっと瓦が落ちたり来たりという落下物が危険だということ、こちらをですね、まあ、このスライドを通じてですね、まあ現在の情報としてお伝えしていきたいと思いますので、はい、はい、今日はですね、あの野津さんも山口さんもあの体気をつけて、あの頑張ってください。すいません、ありがとうございます。すいませんが、はい、それでは今日はどうもありがとうございました。いえ、すいません、はい、ありがとうございました。リポート紹介してください。はい、それではリポートの方を紹介していきましょう。先ほどですね、爆発の方が発生した市原、こちらの方からいただいたリポートになります。八幡宿駅まで宿でバスを待っていたら、工場地帯で爆発音が、銀行のガラスがビリビリ揺れましたということで、依然燃えています。こちらの方なんですけども、現在ですね、こちら予報センターの方から見てもまだ炎の方の方が上がっているような状況です。こちらの方近くにはまずこちらの方力寄らないようにしていただきたいと思いますね。今の写真 もうかなり距離近いところで撮っていただいたと思うんですけども、もうあの無理はしなくてですね、あの離れていただければと思います。はい、大洗で 4.2 メートルです、はい、大洗で 4メートル20センチの津波です、はい。それではですね、津波の方新たな到達したものが届きました。こちらの方なんですが、それでは変化があったところをお伝えしましょう。変化があったところをお伝えしたいと思います。こちらまず大洗、茨城県の大洗になります。大洗で16時52分に到達しました。津波の高さは4メートル20センチ、津波の高さは4メートル20センチになります。それでは繰り返しこれまで到達したところをもお伝えします。そうですね、他ちょっと変化点がありまして、はいはい、東京湾にも入ってきてます。東京晴海、ね、で17時8分に80センチ、はい、千葉港で17時9分に70センチ、はい、あと横浜ですね、16時35分に80センチ、はい、先ほどからですね、東京湾でも津波が観測され始めています。はい、東京湾に入ってくる津波としてはこれ相当高い部類に入ります。そうですね、あの1メーター近い値っていうのは、はい、まずあの滅多にないですね。わかりました。それではですね、
はい、現在、先ほどの工場内で発生した爆発による火災なんですが、どうもまだ延焼の方続いているようですね。また大きな爆発が発生しています、はいはい、こちらの方ですね、この後も何度か爆発もすることが考えられます。まずこちらの決して近づかないようにしてください。決して近づかないようにしてください。またご自宅のお近くにお住まいの方、なるべくこちらの方離れるようにしてください。離れるようにしてください。また東京湾の方、こちらの方ですね、現在津波の方も発生しているということになりますので、海岸から離れるように、はい、まさにこのコンビナート海岸近くにありますから、ここからどんどん離れるような形で、避難するようにしていただきたいと思います。はい、じゃあ空ボタン一旦ここで途中経過あります。はい、空ボタン途中経過あります。はい、それではですね、現在皆さんからいただいている被害の状況を空ボタンでお聞きしていますが、まずは現在までの状況、空ボタン途中経過集計してみていきたいと思います。はい、それではお願いします。はい、こちらの方なんですが、これを見るとですね、被害なしという方、530人多いんですけども、マップで見ていきましょう。はい、皆さんの方いただきました。こちらを見ると西日本の方では今のところ被害なしという方が多いんですが、やはり 東日本の方行くと物が落ちたという黄色の緑のですね、東北からほとんど来てないところに注目してください。あとはですね、今回東北の方からほとんど来ていません。おそらくこの状況なんですが、空ボタンが押せる状況にないということかと思います。はい、それとですね、こちら東北電力の方、先ほどいただきました情報によるとですね、東北エリアほとんどほぼ全域で現在停電しているといったようなことらしいです。ということで、現在空ボタンの方を実施しておりますが、東北エリアの方はこの空ボタンが押せる状況にない、つまり、ライフラインの方が今、ね、新しく機能してないということですね。これほど広範囲でそのインフラ系に影響が出ているというのはちょっと私も気もないです。そうですね、先ほど大越さんもお話しされてましたが、はい、阪神淡路の場合は非常に、狭い範囲で、今回非常に広域だということでした。はい、はい、それではですね、一旦予報センターからこちらスタジオの方に戻したいと思います。それではスタジオの近田さん。はい、この時間からは、こちらより、最新の情報を皆さんへお伝えしたいと思います。まず現在の状況ですけれども、こちら地震チャンネルでご覧いただきましょう。まず最初に発生しました地震、14時46分、マグニチュード 8.4、 震度7の、最大震度7の地震が発生しました。その際の皆さんの、体感見てみましょう。こちらです。全国で見ますと、はい、こちら皆さんからいただいた、その際の揺れの体感です。はい、現在こちら、幕張も非常に、揺れています。皆さん大丈夫でしょうか。はい、皆さんから今大きい、船橋、そして伊勢原市揺れている、東京も大きいですねといただいてますね。皆さん大丈夫でしょうか。引き続き十分安全な場所でお過ごしいただきたいと思います。あ、皆さん大丈夫と今いただいてますね。はい、こちらはですね、どんと突き上げるような揺れというわけではなく、横にこう揺れていますね。はい、照明も少し揺れているような、状況ですけれども、皆さんの地域大丈夫でしょうか。はい、江戸川区の C さんから、最初は突き上げてたとおっしゃってますね。はい、最初突き上げた後ゆっさゆさ揺れているという報告、皆さんからお寄せいただいています。埼玉の久喜も無地さん、東西に揺れている、同じですね。こちら幕張も、こう横に揺れているような、そんな体感になっています。東北方面の方大丈夫でしょうか。はい、こちらも横揺れを、感じる状況です。はい、今、愛知からもですね、2階なのに30階のビルの上にいるような揺れというふうにいただいてますね。愛知県震源から比較的離れてはいますけれども、そこでもそういった揺れを感じるという状況ですね。はい、名古屋多いですね。名古屋市港区八兵衛さんからも、名古屋も軽く揺れていますといただいてます。はい、吉林さん、また揺れました。
はい、ソラチャットでもたくさん報告いただいているんですが、できればですね、地域名を入れていただけると助かります。はい、最新の情報、皆さんの揺れの体感、この番組では最新の情報としてお伝えしたいと思っていますので、ソラチャットを含め皆さん、場所の、掲載をできる限りお願いしたいと思います。はい。さあ、それでは、皆さんの揺れの体感、見てみましょう。こちらです。こちらは、過去3時間にお寄せいただきました皆さんの揺れの体感です。まずですね、震源に近いエリア、赤の表示がされている地域、主に岩手県、宮城県、そして福島県、茨城県、この辺りがですね、赤の表示でされていますけれども、この赤の表示は凄まじい揺れという報告です。この報告のランクでも一番強い揺れを感じていらっしゃる方の報告ですね。そして続いてオレンジ、どこに届いているかといいますと、福島の内陸、岩手内陸、そして八戸周辺ですね。こちらはオレンジの報告になります。こちらは激しい揺れということですね。そして続いてが黄色の表示です。黄色の表示、どちらの地域かといいますと、北海道の太平洋側、日高周辺ですね、帯広周辺、そして、新潟、長野県内、そして、関東エリアでも西部の地域、こちらは強い揺れと、感じてらっしゃいます。そしてここで一旦、余震の情報が入ってきましたのでお伝えします。5時19分ごろ関東地方で震度4の地震がありました。はい、こちらですね、震度3以上の地域見ていきたいと思いますが、まず震度4、須賀川市、いわき市、筑西市、茨城県鹿嶋市、そして震度4、鉾田市、高根沢町、春日部市、香取市、銚子市、そして匝瑳市、以上の地域が震度4の地域の皆さんです。続いて震度3お伝えします。大崎市、登米市、涌谷町、名取市、仙台宮城野区、松島町、天童市、上山市、村山市、南陽市、高畠町、白鷹町、郡山市、福島市、南相馬市、相馬市、会津若松市、喜多方市、会津美里町。続いて茨城県水戸市、常陸大宮市、栃木県那須塩原市、大田原市、栃木県那須町、宇都宮市、小山市、沼田市、前橋市、太田市、続いて震度3の地域、お伝えします。渋川市、熊谷市、行田市、鴻巣市、川口市、越谷市、続いて千葉県です。震度3、船橋市、市川市、柏市、木更津市、君津市、さらに続きまして南房総市、そして東京都大田区、東京都足立区、東京都江戸川区、平塚市、横浜中区、二宮町、神奈川県大井町、そして新潟県の南魚沼市、刈羽村、中央市、忍野村、以上の県が震度3となっています。震源地、今回に関しては茨城県沖、震源の深さはごく浅いということです。地震の規模はマグニチュード 6.7 と推定されています。余震のあった地域の皆さん大丈夫でしょうか。はい、さあということで、現在も地震の状況続いてます。余震が、強い状態続いてます。それではですね、皆さんに空ボタンで現在の状況をお伺いしたいと思います。こちらです。
現在の地震の被害はということでお伺いしております。ブルーが液状化現象、そしてレッドが地面が割れている、そしてグリーンが物が落ちた、そしてイエローが被害なしとなっています。皆さん十分安全を確保した上で、報告をお願いいたします。押せる状況に、ない方もいらっしゃると思います。十分安全を確保した上で引き続きご参加お待ちしております。今のところ被害なしという報告が数としては一番多くなっていますけれども、はい、ちょっと現状マップでも見てみたいと思います。こちらです。はい、現在の状況、皆さんご報告ありがとうございます。震源の近い東北方面、まず見てみますと、グリーン物が落ちたという報告が、仙台周辺、福島周辺からいただいてますね。そして福島の沿岸、相馬周辺でしょうか、地面が割れているという報告が届いています。そして物が落ちた、グリーンが多い地域目立っていますのはやはり関東エリアですね。広い範囲で物が落ちたというご報告、494名の皆さんにいただいていますけれども、関東エリア非常に多い状況になっています。皆さん大丈夫でしょうか。はい、ソラチャットにも続々と、いただいてますが、部屋のテレビが倒れるかと思ったという報告をいただいてますね。はい、現在大津波警報引き続き、こちらですね、北海道太平洋側から関東太平洋側、そして、近畿エリアでも太平洋側一部大津波警報と、なっております。さらに津波警報は西日本の太平洋側、そして沖縄方面でも、発令されている状況になっていますので、十分引き続きお気をつけいただきたいと思います。現在このような状況ですね。はい、海岸付近にいる方は直ちに離れるようにお願いしたいと思います。はい、地震が非常に大きかったですので、まだ津波これから到達する地域多くなっています。はい、しかも津波は1回ではないということで数回やってくることになりますので、一旦津波がやってきた地域の皆さんも引き続き十分警戒していただきたいと思います。そしてこちらも現在揺れていますね。現在余震確認できている地域の皆さん大丈夫でしょうか。こちら幕張も小さな横揺れをしています。はい、ゆうさん、神奈川県ですね、また揺れましたといただいてますね。はい、長野でも3回ぐらい揺れを感じています。千葉も松戸揺れていますと報告いただいてますね。はい、沼津の静岡も揺れてますね。はい、もう一度、こちら皆さんからいただいている体感のマップ見てみたいと思います。こちらです。現在ウェザーニューズでは、地震の情報、地震の揺れの状況を皆さんからお寄せいただいています。はい、これ過去3時間、地震が発生した時間から、遡って見ていますけれども、もう一度見てみましょう。まず赤のエリア、宮城県から、福島、そして茨城県内、この辺りの地域に多いですけれども、こちらの赤の表示が凄まじい揺れという報告になります。この地域の皆さんからは被害報告非常に多く届いていますが、引き続き、安全な場所から報告の際はお届けいただきたいと思います。そして、はい、ラスト10セカンドが起動したという報告皆さんからも届いていますが、はい、予報センターお願いします。マグニチュード 6.7。 はい、予報センター行きます。予報センター入ります。伝えてください。 OK です。はい、また、余震の情報が入ってまいりました。震源は福島県の沖合、推定される最大震度は4、マグニチュードは 6.1、震源地は福島県沖で、震源の深さが、10キロとなっております。繰り返しお伝えします。再びまた余震が発生しました。最大震度が4、
最大震度4と推定されます。マグニチュードが 6.1、 発生時刻17時31分、震源地が福島県沖、震源の深さが10キロと推定されます。この大きな地震発生してから大体3時間ぐらい経ちます、経とうとしておりますが、まだまだ余震は続いております。つい先ほども午後5時31分、最大震度4と推定される地震が発生しました。マグニチュードは 6.1、 震源地は福島県沖、震源の深さは10キロとなっています。引き続き東北地方などの太平洋側、大津波警報が発表されている状態におりますので、引き続き避難するようにしてください。はい、で新24回で続けましょう。はい、繰り返し、地震の情報をお伝えします。先ほども、福島県の沖合で地震の情報入ってまいりました。はい、午後5時31分ごろ、この地震、最大震度は4、最大震度4を観測しましたのは宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部、そして福島県の浜通り、福島県の会津で震度4を観測しました。繰り返しお伝えします。また余震が発生しました。午後5時31分、東北地方で大体最大震度4の地震がまた発生しました。宮城県の北部、宮城県南部、宮城県中部、そして福島県の浜通りと福島県の会津で最大震度4の地震が発生しました。まだですね、この地震、まだまだ余震が続いております。先ほどもこちら幕張の方も揺れを感じました。またですね、当初の震源から少しずつ南の方に震源地は下がってきている状態となっておりますので、まだまだ余震が続くと思ってください。先ほども午後5時31分、また強い地震が発生しました。最大震度4を、4を観測しましたのは宮城県の北部、宮城県中部、宮城県の南部、そして福島県の浜通りと、そして福島県の会津、そして栃木県の北部でご覧のように黄色いエリア、最大震度4の地震を観測しております。はい、じゃあリポート読んでください。はい、それではですね、今回の地震ですね、こちら、ちょうど午後2時46分ごろ発生しましたこの東北地方太平洋地震ですけれども、発生から3時間を経とうとしておりますが、まだまだ余震が続いている状態となっています。皆さんからの被害などのリポートの方も届いております。こちら、福島県の郡山市、こちらはですね、すざまじい揺れと全く経験していないようですね、すざまじい揺れ、そして、道路のブロックが崩れ、そして、窓ガラスがですね、割れているということで、瓦の崩れなどですね、こちら情報が入っております。ご覧のように台所の様子ですけども、かなり食器が散乱してですね、これなかなか足の踏み場もないようなですね、状態となっています。陶器の、ね、茶碗など割れてますね、かなり怪我のしやすい状態となっていますので、まだまだこの余震が続いておりますから、片付けをする際もですね、余震に注意しながら行ってください。割れたものの上にですね、倒れる、転倒する可能性もありますからね、片付けをする際もですね、余震に注意しながら、最新のですね、すぐに避難できるような状態をですね、保ちながら、片付けする際には、気をつけるようにしてください。さあ続いてですね、秋田県の、大館市の方もですね、こちら、大館市の方では、まあ、引き続き停電していますとですね、リポートが届いています。まあ、水は出ますが、こちらガソリン発電機を持って帰宅するということで、停電に対するですね、備えをするという形の、リポートも届いております。確定ですか？8.8 ですね。はい、今回のです、ね、地震の、マグニチュードが変わりました。はい、こちら、東北地方そして太平洋沖地震の、地震の規模を示すマグニチュードが、先ほど 8.4 と、お伝えしておりましたが、8.8 に、変わりました。今回ね、マグニチュード 8.8、皆さんもですね、この 8.8 という数字なかなか聞き慣れない数字だと思いますけど、この地震の規模の大きさについてですね、地震の山口さんに正直から説明してもらいたいと思います。そうですね、マグニチュード 8.8 となるともう世界的に見ても相当大きな巨大地震、超巨大地震と言っていいと思うんですね。で、日本付近で今まで一番大きな地震で、まあ、実測で、されているのがマグニチュード 8.2 という
十勝沖地震と北海道東北地震というのがあったんですけれども、もうそれをはるかに上回る歴史的に遡れば、江戸時代に、宝永地震というのがあってマグニチュード 8.6 と言われているんですけれども、さらにそれより大きな地震、もうこれほどの地震が日本の近海で、起きるのかなというぐらいの極めて大規模な地震ですね。今回のこの地震、そしてやはり気になりますのはこの震源の広さですね。そうですね、 8.8 になってくるとですね、震源域、その岩盤が壊れたエリアというのがですね、今回ですとおそらく太平洋プレートが絡んでますんで、太平洋プレートに沿って南北、まあ、500キロとか、600キロとかっていうエリアが壊れたということが推定されます。で、まあ、震源最初の地震の壊れ始めが三陸沖としてもですね、大きくこう南の方に広がっているのではないかというのが先ほどからの余震の大き方で、推定できますので、それでその関東の近く、例えば茨城県沖とか、福島県沖とか、そういうところを震源とする余震というのがですね、今後も起きうる可能性があります。となってくると、より南の関東の方でもですね、ちょっと強い余震というところに一層の警戒が必要になってくるということが言えると思います。とにかく歴史的な大地震が起きたということが言えると思います。はい、そういうことにですね、山口さんの、ね、説明によりますと、まだまだこの余震がですね、三陸沖に震源とは限らず、はい、南北に広がる可能性もあるということになります。これまでの余震の場所を見ましても、福島県沖やそして茨城県の沖合なども実際もう発生しておりますので、今後も広いエリアでですね、太平洋側、東北南部から関東エリアにかけて、震源とする余震がまだまだ続く可能性がありますので、皆さん今後も余震の状況に注意してください。はい、ありがとうございました。こちらで私たちの観測ですと、小刻みに今揺れたという感じですが、皆さんの地域はいかがだったでしょうか。現在皆さんからお寄せいただいている体感の状況、揺れの体感見てみたいと思います。こちらです。現在発生した、余震ですが、こちらです。震度4ということですけれども、皆さんからお寄せいただいているものを見てみましょう。今回の余震に関して見てみますと、まず赤の表示が凄まじい揺れ、強い揺れを感じていらっしゃるのが八戸周辺、そして宮城県、さらに福島県ですと会津、白川周辺でしょうか、この辺りですね、そして茨城県でも水戸など北の地域、そして栃木で見ますと北部の辺りですね、北部の方面で凄まじい揺れを感じていらっしゃいます。ちょっと拡大しましょう。投稿名見てみますとこのような感じですね。山形県内からも凄まじい揺れというふうにご報告いただいています。そして関東で見てみますと、関東エリアに関してもですね、茨城県が先ほどは目立ってましたけども、東京や神奈川でも凄まじい揺れと感じていらっしゃる方がいらっしゃいますね。関東方面の皆さんも大丈夫でしょうか。そして、オレンジの表示見てみましょう。オレンジはですね、激しい揺れとご報告いただいた方、全体的に見てみますと激しい揺れと感じていらっしゃるのは、福島の方面ですね。さらに、関東方面が多いです。関東方面拡大してみましょう。関東方面見てみますと激しい揺れと感じていらっしゃる方は、栃木県に多いですね。さらに、特徴的なのは千葉県沿岸、この辺りからも届いていますね。東京湾沿岸から激しい揺れという報告いただいています。千葉でも松戸市、そして埼玉でも埼玉市周辺でしょうか、この辺りから激しい揺れという報告いただいております。そして続いてのランク見てみましょう。続いては、黄色の表示、こちらが強い揺れになります。強い揺れと報告いただいているのは非常に広い範囲です。北海道の太平洋側、さらに青森県内、そして秋田でも日本海側の沿岸の地域ですね、こちらからも強い揺れいただいていますし、関東に限らず、東海、静岡方面からもいただいております。現在、こちら幕張でも余震を確認できますが、皆さん大丈夫でしょうか。結構大きい地震かと思います。こちらの揺れに関しては一瞬縦に揺れたような感じですね。細かい揺れです。皆さん大丈夫でしょうか。
はい、小刻みな揺れという感じがしますが、皆さんの地域もそのようですね。東京都江東区からも小刻みな揺れ、横浜市からも、細かい、東京都瑞穂町、こちらも小刻みといただいてますね。はい、24階から最新の情報を伝えてもらいます。再び地震が発生しました。こちら、予報センターから地震の情報をお伝えします。福島県の、浜通りで、最大震度5弱の地震が発生しました。繰り返しお伝えします。福島県の、浜通りで、最大震度5弱の地震が発生しました。午後5時40分頃です。福島県の浜通りで最大震度5弱の地震が発生しました。またその周辺、宮城県の北部、宮城県中部、宮城県南部、そして、こちらご覧のように、ね、茨城県や5強になりました。はい、震度の方が、さらに、ね、上がりました。先ほど浜通りでは最大震度5弱とお伝えしておりましたが、最大震度5強に上がりました。午後5時40分ごろ、福島県の浜通りで、最大震度の5強、そして中通りで、5弱、そして周辺、宮城県や茨城県、栃木県、そして、山形県の、村山や、沖多摩などで、震度4を観測、しております。地震の情報を繰り返します。先ほどの午後5時40分ごろの地震では福島県の浜通りで最大の震度 5強を観測しました。また中通り、福島県の中通りでは震度5弱、そして宮城県や、そして茨城県、栃木県、そして山形県の村山、そして山形県沖多摩で震度4を観測しています。今回の余震もかなり大きな余震となっております。また一旦下げて、交通規制で行く。はい、以上ですね。予報センターから午後5時40分の地震をお伝えしました。はい、ありがとうございました。引き続き皆さん、揺れの体感の方大丈夫でしょうか。引き続き十分安全な場所で、この後もお過ごしいただきたいと思います。先ほどの、余震に関する皆さんからの揺れの報告もう一度見てみましょうか。またちょっと特徴変わってきましたね。こちら見てみましょう。はい、今の余震に関する皆さんからいただいた報告を見ますと、やはり、福島県内、すさまじい揺れという赤の報告非常に多くなりました。福島県内と宮城県内ですね、この辺りの地域の皆さん、大丈夫でしょうか。交通への影響も出ている状況になっていますので、最新の交通情報を、お伝えしたいと思います。それでは交通気象センターお願いします。こちらに入っている鉄道道路への影響についてお伝えします。引き続き関東、東北、山梨方面の鉄道道路ともに通行止めや運転見合わせが続いています。通勤メンバーからの情報続々と寄せられていますけれども、京葉線やメトロの東西線、このほか京浜東北線、高崎線、京急本線など関東の JR 私鉄各線軒並み運転見合わせです。そしてですね、西川口駅のご利用になっているライアンさん、通勤メンバーのライアンさん、京浜東北線の方からの情報なんですけれども、天井が崩壊する可能性があるため駅構内への出入りが中止されているということのようです。このように駅に入れないといった状況、各地で発生しているようです。安全確保のために、皆さんの安全のために駅構内にも入れないといった状況が発生しています。このほかですけれども、こちらに入った情報ですが、東北新幹線仙台付近で回送列車が脱線したという情報が入ってきています。また大宮付近では架線が切断したり、コンクリートが剥がれ落ちたり、電柱が倒れているということで、東北新幹線は終日運転見合わせが決定しています。新幹線でこれほど大きな影響が出ているということですので、今後も在来線の再開は本日中はもうかなり厳しいと思っていただいて間違いないかなと思います。こうなってきますと、皆さん通勤通学されている方は歩いて
ご自宅にお帰りになるか、バスなど何とか動いている公共の交通機関を使ってご帰宅されると思いますけれども、余震が続いています。道路の状況もかなり悪くなっていますので、安全確認をしながらゆっくりゆっくりご帰宅いただきたいなと思います。足元暗くなっていますので十分ご注意ください。それから道路の状況なんですけれども、ドライビングウェザー見てみましょう。引き続き関東地方の高速道路すべてにおいて通行止めが続いています。橋桁が倒れるといったような大きな被害といった情報は入っていないんですけれども、各地で段差が大きくできているという情報もありまして、安全に走行することが難しいということで高速道路通行止めとなっています。このほか東北エリアの道路も通行止めとなっているんですが、回線の状況が悪いためデータが入ってこない状況です。周囲の道路、一般道でも停電が発生している影響で各地で大渋滞が発生しています。避難をされる方は歩いての避難をお願いします。そして車をこの後もし道路などに置いて避難される方は、車の中に車の鍵を置いたまま、そのまま安全な場所、邪魔にならない場所に車を止めて避難をするようにしてください。緊急の車両が通れるように路肩への駐車にどうぞご協力をお願いします。この後もかなり暗くなってからの運転となりますので、なるべく外出は控えるようにしてください。避難される方は歩いての避難をお願いします。最新の情報入り次第、携帯サイトの最新交通情報でも情報をアップデートしていきますので、どうぞ安全な場所から情報をお寄せください。こちらからは以上です。はい、ありがとうございました。引き続き最新の交通情報、変化ありましたら皆さんにお伝えいたします。それでは現在の皆さんから寄せられている揺れの体感、もう一度見てみましょう。こちらです。揺れの体感見てみますと、現在発生、先ほど発生した余震に関して見ますと、福島県そして宮城県内から凄まじい揺れという赤の表示、この辺りですね、非常に多くなってます。そして激しい揺れとお感じになっている皆さんは、福島県の浜通り周辺、そして、関東エリアにも多いですね。関東エリア拡大してみましょう。関東エリアでも激しい揺れ、そして凄まじい揺れ感じてらっしゃる方いらっしゃいます。赤が凄まじい揺れです。どの辺りの地域か見てみますと、三浦半島、そして千葉沿岸ですね、さらに埼玉市、東京でも、北部のあたりから凄まじい揺れとご報告いただいています。そして続いて激しい揺れ、オレンジのエリアは非常に広範囲ですね。栃木県、群馬、さらに特に多いのがこのあたり、千葉でも柏、松戸、この辺りでしょうか。この辺りの皆さんから激しい揺れという報告が多く届いています。そして続いてのランク、強い揺れも見てみましょう。黄色が強い揺れとなります。こちらも、分布に大きな特徴はなく、関東から、長野まで広いエリアで届いているという状況です。そしてこちら、千葉のコンビナートの状況を映像を皆さんにご覧いただいております。千葉も非常に強い揺れを観測しました。この影響によりましてコンビナート爆発を続けているという状況になっています。映像をご覧いただいて分かりますように、炎が非常に空高いところまで上がってきている状況となっております。市原周辺の皆さん大丈夫でしょうか。離れていただきまして十分安全な場所でお過ごしいただきたいと思います。はい、この辺りの地域、今お寄せいただいているものは強い揺れという状況ですね。強い揺れによって、こういった火災が発生しているという状況になっております。はい、今千葉市の方から情報たくさん届いていますけれども、国道16号も渋滞中、高速は1台も走っていませんと、千葉県蘇我からいただいてますね。はい、皆さんこちらの地域の皆さん大丈夫でしょうか。はい、最新の状況は引き続き、こちらからお伝えしたいと思います。はい、そして、
現在の津波の状況をお伝えしたいと思います。場所によっては大津波警報が出ている状況になっていますけれども、これまで観測した情報を、見てみましょう。最新の情報入ってきています。はい、最新の情報をお伝えします。こちらの画面でご覧いただいているものが最新の情報になります。上から見ていきましょう。まずは福島県相馬、15時50分、7メートル30センチ以上の観測です。そして茨城県の大洗市、16時52分 4.2 メートル、そして岩手県の釜石市、こちらが15時21分 4.1 メートル以上、そして続いて宮古、15時21分4メートル以上、続いては、北海道です。見てみますと、まずはえりも町初夜、15時44分 3.5 メートル、そして続いては石巻